はい、今日はね、中学校とか高校生の中間テストと期末テストのね、直前の対策についてね、お話しさせていただきたいと思います。ね、直前になってね、何をやったらいいんやろうとかね、もうわからん、どうしようって焦る方も多いかと思います。まあ普段からね、コツコツやってらっしゃる方はまあ問題ないかもしれないんですけどもね、もう直前でね、ちょっとパニックを起こすような方は、これだけやっときましょうっていう話もしていきますからね。では、始めていきますね。はい、それではね、今日は中間テストと期末テストのね、直前の対策についてね、お話しさせていただきたいと思います。ね、なんでこの動画撮ろうか思ったかって言ったら、まあ、うちの娘がね、ちょうど今年から中学校1年生なんですね。で、ちょうど昨日と今日、ね、まあ、7月の今日は17日ですけども、まあ、兵庫県の明石市のね、まあ、とある中学校ですね、まあ、中間テストっていうのが昨日と今日とあったわけですね。で、まあ、実はね、昨日、一昨日かな、なんか、急にね、パパ、社会教えてとか言って来たんですね。え、どうしたんって言ったら、全くわからんとか言うから、えっていうか、テストいつ打った明日とか言うから、マジかとか思ってね、教科書持ってきてって言って、範囲のこうっていうのと、で、今、学校で使ってるテキスト何とかって、っていうのをパーッとね、見て、まあ、1時間半ぐらいかな、教科書ダーッと私読んで、で、問題集見してもらって、わかった。なら、今まで何をやってきたかっていうのもね、ちょっと娘に確認して、一応単元ごとの問題集は1回はやってるみたいなんでね、わかった、言うて、な、俺本読んだから、教科書読んだからって、うん、どこが大事かって大体見えたからって言って、まずは学校でもらってきてる、問題集、ね、もう一回解き直してほしい。で、時間なかった、間違えたところだけでいいからまずやってって言って、で、それが終わったら今度一通りもう一回通してって言って、で、あと教科書もう一回だけ読んどこうって言って、ね、応急処置をしちゃったんですけども、これね、もうちょっと本当は前々からコツコツやってると、こんな直前にね、焦る必要も全くないんですけども、まあ、直前でもなんとかしたいっていう方のための動画です。まあ、一応ね、自分の娘のためにっていう感じで撮っていくような感じなんですけどもね、まあ、これね、あくまでも直前対策で、また次の動画でね、普段からね、どうやって、ね、予習とか復習とかあるけども、そういうのをどうやってやっていいのかっていうのをね、また動画も撮ろうと思います、一応ね。で、まあ、原理原則、今のね、日本の教育ね、中学校と高校まではって言ったら、まあ、1学期、2学期、3学期ってあるわけですよね。その時に1学期にも中間期末テストね、まあ、今年はあったコロナの影響でね、4月から4、5月までかな、4月、5月はちょっとお休みやったから、中間テストっていうのは今回なかったんですよね。で、今って言ったら、ね、夏休み前の期末テストがたまたま行われてるって感じで、まあ、1回目は本人の思うようにやらしとったらいいかと思って、ね、2学期からはちょっと腹くくって、ね、心を入れ替えてやれば成績なんかすぐ上がると思ってるからね、まあ、そこはちょっと様子見てたところがあったんですけども、まあ、直前、もうやばいってね、もう前日とか前々日、もしくはもう1週間前、どうしたらいいのっていう勉強の仕方なんですけどもね、まあ、これ実は大学の時にも私、こういう勉強の仕方をしてたんですけども、まあ、ね、もう直前のギリギリやから、もう本当、無駄なことは省いて、もう必要最低限のことだけでいいから、なんとかね、ちょっとした努力で、それなりの結果が出したいっていう方用の動画です。ね、で、まずやるべきことって、これ学校でもらってきた問題集ってあると思います。ね、学校でもらってきた問題集、算数、国語、理科、社会、英語、ね、まあ、その5科目ですよね。その問題集です。学校でもらってきたら、まずポイント。先生はね、学校の先生は、まあ、優しい先生はこれ丸々出してくれる先生います。ね、場所がちょっと配置がそれぞれ違ってるだけやったりとかします。ね、もしくはそこをちょっとね、ニアリーで引っ掛けてきたりとかはしていきます。大体そうです。優しい先生はそのまま出してきてくれる。で、その次のレベルはって言ったら、1番と3番の問題ちょっと入れ替えてみるとか、あと1問1答形式って言ってね、まあ、1問ずつ、ね、問題の内容をちょっとずつ変えていく先生もいます。とりあえず学校でもらってきたテキストに関してはやるべきです。これが最優先です、ね、で、やって間違えたところと、分からなくてもなんとなくであっちゃったところと、分かっていたけど間違っちゃった、で、分からないから間違っちゃったっていう4パターンあります。わかりますかね。これむっちゃ大事なんですけども、これまあ
特にね、入試問題の時とかの時は、まあとりあえずもう正解やったらもうよしとしてもらったらいいんやけども、理解していて、だから合ってたっていうのが一番いい。ね、これはもう問題ないんですけども、あの、分かってなかったりとか、なんか怪しいけど、結果的に合っちゃったっていうのは、これちょっと要注意です。まあ、あの、中間期末に関しては、まあ、そのままスルーしちゃう場合もあるけども、テスト解いてる間にね、なんかこれ怪しいと思ったら、ちょっと三角とか、この星印マークをね、あの、記号の、問題の番号のところにでもちょっとチェックしてた方がいいです。で、後々見直したらいいから、そこはもう、とりあえずは、その場限りでもう合ってたらそれでいいんだけども、間違い直しってその後が大事やからね、今度また同じような問題出てきた時に今度間違える可能性もあるわけやから、これめっちゃ大事です、ね、で分かってたけど間違っちゃった、これミスですよ、ただの。まあこれに関しては問題ちゃんと読めってことですよね。で分からん方、理解できたくて分かってないから間違えた、ね、これは当たり前なので、これも見直す、ね、あの見直すっていうので、まあ、分からんなという問題に関してはちょっとチェックだけしておく。でまたね、答案返してもらった時に、ね、時間がある時にちゃんと見直して間違えたところをちゃんと直す。で同じ問題が出てきたら今度100点取れるっていう風にしていくような勉強していかないと、まず実力つかないからね。これでスルーしてやりました、終わりました、いい点でしたとか悪い点でしたで終わらせると実力つかなくなってくるからね、今後の対策もあるからね、今度実力つけていくためにはこの、ね、あの星印つけたところに関しては、ね、あの答案用紙返してもらったらちゃんと見直すってことね、間違えるところを直し、これが一番大事だからね。で、そう、とりあえず学校でもらってきた問題集の間違い直し、ね、できたら3回ぐらいやるって書いてますけど、これ本当は習ってきたその日に、ね、その範囲内のことをやるっていうのが1個目で、あとその週の1週間の同日にかけて、この5科目ね、算数、国語、理科、社会の同じ範囲内、ね、1週間でやった範囲内のもう1回問題集を解く、これで2回やるわけです、ね、や学校で習ってきたその日のうちとその週の土日にもう1回やるって、これだけ2回やってるだけで忘れにくくなってるんです、ね、宿題だけやっとけばいいっていう場合は1回多分やってるとは思うけど、その後、ね、あのこのテストの直前になってきてるはず。だから2回目やるんですけども、土日にうまいこと使っといてほしいんですね、本当その週のね、本当は。その日のうちに習ってきた範囲内の問題集を解くことと、土日、ね、土日にももう一回解く、ね。それだけでまあまあ実力ついていきます。あと、中間テストで決まって、その時にもう一回だけ見直す。やったら時間少なくて済むんです。ね、ここ2回ちゃんとやってるから。それを抜かすと直前になって大慌てなんです。で、時間がないしどうしようってパニックを起こしてるだけやったりするからね。だから本当は3回やってほしい。でもまあ一応2回ぐらいはやってるか、まあ最悪1回やったとするとします。1回やったらやっぱ間違えること多いと思います。理解もできてないから。なんで間違えたかっていうその理由もちゃんとわからないと、また同じ心配するからね。っていうのがここ。ここむっちゃ大事です、これ。で、学校でもらってきた問題集をちゃんとできた人に関しては次のステップ行ったらいいから、次のステップ何かあったら自分で行ってる塾とかあるんだったらその塾で使ってるテキストね、それかもその同じ範囲のところだけやればいいから、もしくは塾行ってないよって、まあ、行っててまだ自分でも買ってきた問題集っていうのがあるんであれば、まあそれもやってもらったらいいですけども、優先順位はこれが一番ね。で次2番、まあ、こっちもまあ2番でも3番でもいいけど、2番と3番入れ替わってもいいけれども、まあ、まず学校でもらってきてるやつとか先生が配ってくれたプリントに関してはね、100点取れるような感じにしとかないとまず高得点取れません。通信簿でいけばね、5段階中悪くても4ぐらいはもらえます。私のやり方をやるとうまくいったら5もらえます。10段階でいけば9、10取れるか7、8ぐらいまではなんとか取れると思うね。まあ、これだけでいいから、まずこの一番上のね、学校でもらってきた問題集とかテキストとか、あとはプリント、ね、先生が配ってきてこれちゃんとやっときよって言ったプリントは要チェックです。もうそっから出ますよって言ってるようなもんですね。でそれも全部できた人に関してはこっちは何かあったらちょっと難しい応用問題とかも入ってるわけね。まあ実力つきます。
余裕がある人は多分こっちもやった方がいい。ここまでやると5段階評価でいけば5とかもらえます。10段階でいけば、ね、9とか10もらえますから、ね、そういうやり方。この上だけでもうまくいったら5もらえる、あかんかったとしても4ぐらいはもらえるからね。でそれをやった上で、まずこれだけでもいいからやったら上でもう一回教科書、その範囲内のところだけもう一回読む、ね、で私はその時に大学の時は自分でまとめちゃうんですね。何が書いたってどこが大事かっていうので、で私が先生やったらどういうことを出すかっていうところまで頭に、ね、整理した上でまとめていきます。そういうやり方をすると大学でも単位落とさないんですね。でまあまあの一点数取れます。だからまあ教科書ね、学校で使ってる教科書を読むってこと、これも最低3回ぐらいから5回ぐらい、まあ、3回でいいけど最低3回でいいから本当読んでた方がいい。いつ読むかって言ったら本当はこのね中間テストとか関係なしであれば学校行く前日に明日習うところをやっぱし読んどくんです。だいたいね3ページから5ページ分ぐらいね、今日やるやろうなとか明日やるやろうなっていうところに入るには算数国語理科社会ちょっと3ページ分とか長かったら5ページ分ぐらい進む場合もあるからね、まあ大体3ページ分ぐらいでもいいから、ね、ちょっと前もって前日読んどく。国語とか社会とか理科とかもそう、算数も特に例題とかちょっと解いとくとかね、英語もそう、わからん単語とかちょっと調べてちょっともう先覚えとく。で授業受けるでしょ、それでちょっと予習した上で授業受けるとスーッと入ってくるんです。そうするとね復習のむっちゃ時間少なくてですもん、もう30分とか1時間あればさーって終わっちゃうとかね。でそのと同時にその習ってきた範囲内の問題集その日のうちに解いておくんです本当は、ね、で土日にもう一回一通りやったとこ見ます。あともう一回、ね、中間テスト期末テストでやるっていうふうにすると3回やってるからそれなりに実力ついてて忘れてないはずやから、ね、ボンミスもだんだん減ってきます。問題数が、ね、数が少なかったりするとミスが多くなります。ここがめっちゃ多くなります。ミスが多い人だったら問題ほとんど解いてないとか慣れてない方が多いんですね。でちょっと本番中パニックになってたりとかする人が多いです、ね、だからミスが多くて悩んでるんであれば問題解く練習をもっともっと繰り返しやることです、ね、で普段から意識して問題を読むっていうこともそう、ね、で国語苦手な人います。私もそうなんです、ね、国語苦手で本当に国語、ね、なんとか上げたいっていう方はね新聞読んだ方が本当実力つきます。新聞のね、私朝日新聞載ってるんですけど、朝日新聞のねところでいけば天星人語っていうのがね、第一面パカって新聞を開けたところの下の行にね天星人語っていうのがあります。まあ小学校のね高学年ぐらいから読んでいくようにすると実力ついてきます。読解力っていうのがつくんですね。で国語の読解力がつくと実はね算数国語理科社会英語全部の5科目ね理解力がぐっと増しますから少ない努力でしっかり結果が出ます、ね、であと苦手な人はって確実に点が取れるところがあって言ったらもう漢字ともう語句の意味ぐらいはちょっと覚えておきましょう、ね、ここやるかやらんかでまあ5点10点かもしれないけども、まあ、確実に取れるようにしとくだけでも違うと思います、ね、これも積み重ね、もう毎日の積み重ねです。面倒くさーとかってなるかもしれないけども特にって言われたらね中学校までの勉強これはね大人になってからでもねめっちゃ役立つ時が多いです。高校はって言ったらどっちでもいいです。高校で習う漢字とか英単語ってまずね私生活で伝えることほぼほぼないと思います。でも中学校で習う国語とか算数とか理科社会って実社会でね案外役立ってることとかが多かったりします。あ、これって中学校でやったことが今現実で行われているんだっていうのがね体感することも多いと思うから本当中学校までの勉強ってむっちゃ大事です。で高校大学はね本当行きたいやつが行けばいいっていう感じでいいと思いますまあ一応私は大学まで行きましたけれども高校のね内容今きれいにさっぱり忘れています。うん、忘れてもいいぐらいのことしかやってないと私は思ってます。で大学もそう国家試験で、まあ、たまたま薬学部って言ってね薬学は薬剤師国家試験受かってから薬剤師になるっていうのがあるんですけども、まあ、とりあえず私薬剤師になりたかったからっていうのでね、まあ、薬学部行きました。でもね中身も全部忘れてますよ。きれいにね全く役に立たないことばっかり勉強しますからねもうそんなんなので本当中学校までのね勉強ってむっちゃ大事だと思う。大人になってからでも使えますからね。その意味でも無駄にはなってないから。でも高校に関しては、無駄なことが多いかもしれない。忘れた方がもっと大事なことがあったりとかするからね。
英語もまあそうですね、まあ、特に英語が苦手な方はやっぱし単語力っていうのが全くない人に関してはちゃんと覚えること、特に中学校までの単語は絶対覚えていた方がいい。あと構文って言ってね、まあ、あの定型文っていうのがあるんですね。それに関してはちゃんと覚えておく。これは高校も大学も、中学校も高校も一緒、ちょっと覚えとかないといけない文章とかっていうのがあるんですね。まあ、主語、動詞で目的語とかね、そういったのを SVOC とかってよく言ったりしますけど、そういう構文っていうのも特に高校生で大学受験する方は特にここの構文ってむっちゃ大事です。で、あとできてほしいのは中学校からなんですけども、まずね、和訳から日本語から英語に直す、ね、で英語から和訳日本語に直す、ね、これができてくると英語大体ね、通知簿でいけば5はもらえてくるようになってきます。悪くても4もらえますっていうレベルになってきます、ね、だからこの日本語から英語、ね、英語から日本語、教科書の英文があると思います。それをまず全部見ただけで日本語にちゃんと訳せれるかどうか、でその日本語を今度英語にもう一回訳せ、書けるかどうかですよね。それができるようになってくると英語はぐーっと上がっていきます。あとヒアリングよね、これはもう毎日やらんと無理やと思う。もう耳が慣れない限りはうまくいかない。私は苦手でしたね、嫌いでした、ね、学校でそんな1回や2回聞いたからって全然わかりませんよ。もう、ね、This is a pen ぐらいしかわかりません、ね、もうそんなレベルだったんですけどもね、まあちょっと実力つけたいよっていう方はね、ヒアリングするとか、もしくはよく喋れる人の近くの友達になるとかねって言って、ちょっと自分なりにちょっとやってほしいっていうのがあります。で、次数学ですね。この数学に関してはまず教科書の例題があると思います。この例題がちゃんとね解けるようにしていけばいいわけですね。で、あと基本問題、この例題とも一緒ですね。数字が違うだけで解き方は同じっていう、これ解き方のパターンっていうのを理解するだけの学問やと思ってもらったらいいです。だから大人になっても使わないかって使わないんですけれども、大人になってもね、理解することって大事になってきますね。数学は直接ね、大人の社会では使わないんだけれども、まあ、足し算引き算掛け算割り算は使いますよね。その他はって言ったらね、まあ、理論的なことを学んでそれを実生活に生かしていくっていうのの考え方っていうのにね、ちょっと結びつくことがあります。だからやっとくと、ね、人の話聞いただけである程度1を聞いて10を知るじゃないけども、うまくね、人の話聞いてそれを活かせれるような人間になっていくためには、こういう数学的な考え方っていうのをちょっと持っとく方がいいです、ね、だから数学苦手っていう方はまずね、教科書に載ってる例題解くんです。例題解いて、あとその隣にね、基本問題っていうのがあると思うから、それを解けるようにする。で、余裕がある方はその次、ここで余裕がある方は応用問題まで解けるようにしたらいいです。順番まず1番、ここが1番ね。もう例題と基本問題同じやからね、もう数字が違うだけやと思ったらいいから、解き方同じです。で、あと解き方ね、同じやねんけど、いろんなのがちょっと合わさるのがこの応用問題ね。得意な方、もう通知簿でいけば5段階でいけば4とか5とかもらってる方はここまでやる必要があります。で、とりあえずもう2とか3やったら4か5、5は無理やったらそれでも4ぐらいまで行きたいねんから、ここだけでもいいです。やった方がいいですね。あと理科もこれ基本問題ね、とりあえず教科書しっかり読んで学校でもらってきた問題集ね、ちゃんと解きます。基本問題だけでもいいからまず解くことです。で、頑張れそうやったらそれこそこっちの応用問題やればいいけどもね、まず基本問題と自分が間違ったとことか、あとなんかあやふややけどなんか結果的にあったよっていう場合、何がわからないのか何があやふやなのかを明確にする必要があるから、答えをちゃんと見て解説をちゃんと読む。で、それでもわからなかったらもう学校の先生持って行って、ここのなんかこうやって解いてんねんけどなんかわかんないって先生に聞いたいんですね。わからないんでちょっと教えてくださいってね。まあ、とりあえず基本問題ちゃんとやる。学校でもらってきた問題集とかプリントね。で、社会はって言ったらね、地理も歴史もあるんですけど、まず流れっていうのをね、掴む。ただ単に覚えりゃいいんでしょっていう方いるんですけど、ただ単に学らんきたって意味がないんですね。歴史なんかでいけば年号とかありますでしょ。大化の改新とかね、645年とかね、そんなん数値だけ覚えたって全く意味がない、ね、それやったら、ね、誰がどこで何をどうしたかですよね。大化の改新って何なのかって言ったらね、その説明ができる方がよっぽど上やと思います。
もう私忘れちゃったから説明できないんだけども、まあね、中野大江の王子と中富の鎌足があって蘇我氏をやっつけましたとかね、そういうのがちゃんと自分で口頭ででもいいし、かけてでもいいから、本当は漢字でかけてね、説明できるようにしていく方がいいと思います。そういう流れをつかんだ上で人物名を覚えていくのか、ね、なんかなんとか法とかっていう決まり事とかっていうのがあれば、その決まりの文字をちゃんと書けるっていうのと、その決まりはどういうあの法律なのかっていうのを書けるようにっていう風にねするとか、まあそうやって流れをつかんだ上で覚えていかないとすぐ忘れます。ただ単に丸暗記やったら全く実力つかないし、ちょっとひねられたりとかしたらすぐ間違えますから、社会はって言ったことを流れをつかむね、これも地理も同じやし、歴史もそう、公民とかもそうなんですね、どういう流れがあるかっていうのを理解した上で覚えていくようにすると忘れにくくもなるし、ちょっと応用されてもね、ちゃんと解けるようになってますからね。だからまあもう一回ね、おさらいでまあざっくりいきますと、まあ、中間テストとか期末テストの直前、もう1週間前とかもう3日前でやばいって場合は、学校でもらってきた問題集とかもしくはプリントね、それだけは完璧にやるってことですね。同じ問題が出てきたりとか、ちょっとひねられてでも解けるようにしとくと、まあまあの点取れます。中学校ぐらいまではいけます。高校になってくるとちょっと難しくなる場合があるからね、まあそれが通用しにくい場合もありますけども、とりあえず最優先ここです。学校でもらってきたプリントとかね、問題集、あと先生がこれやっときなさいねって言った範囲とかね、それに関しては大体出ますから、でできたらその問題集も本当3回ぐらいは繰り返すね。でうまくまだまだ余裕があるよっていう方ね、普段、まあ、その日のうちにちゃんと復習してて、土日にもちゃんとね復習してて、あと直前のね中間期末テストの対策も一通り、これもう3回というかもう5回ぐらいやったよっていう人も中にいると思いますね。でそういう場合はって言ったらね、出題者の気持ち分かるようになってくるはずです。俺が先生やったら多分こうやって出すやろうなとか、ちょっとここひねったろかなっていうのがもう出てくるんですよね。私は大学の時もそれぐらいまでやっちゃいましたので、多分ね、あの先生ここ出してくんでって私が言うとね、ほんまに出てくることが多々あったんですね。でみんなからおおってね言われることもあったんですけども、まあね、それなりに大体5回ぐらいやるとね、先生どこ出してくんなって大体見えてきますね。まあもちろんそこ外せることもあるんですけどね。で何が大事かって言ったらね、人に説明できるレベルにまで理解するってことですね。で友達とかに分からん子がおったら教えてあげる、ね、で教えてあげるのが、ね、一番、ね、実力つきます、ね、というわけでね、まあね、中間テスト期末テストの直前対策についてねお話しましたけども、まあこんなん私の動画見てる前に勉強しとった方がいいんやろうけども、やり方間違えるとねうまくいきません。この中学校とか高校のね定期テストとかもそう、実力テストはね私が言ったことを全部やってた方が本当実力ついてくると思います、うん、予習、普段の予習とか復習ね、これがむっちゃ大事になってきます、実力テストに関しては。で期末テストとか中間テストの直前でもう今すぐっていう場合はもうここだけやってください。もうね、であとはここちょっと見といてほしい、自分のもう一回狙ってきた教科書でなんか線引っ張ってたりとかするところは大体出やすいかもしれないから、そこの範囲内とか関連することに関してはちゃんと理解して解けるようにしておけばいいんじゃないかと思いますね。というわけでね、今日も見ていただきましてありがとうございます。ではね、また次の動画でお会いしましょう。失礼します。はい、動画を見ていただきましてどうもありがとうございます、ね。まあ、私は漢方専門の野村薬局っていうのをね経営しておりますね。で、まあ、あとは興味ある方はね、まあ、ここ漢方専門野村薬局っていう風に書いてますので、そこホームページでね見ていただけたらね、私の考え方とかね、症例とかブログとか載せてますね、興味ある方はそちら見ていただけたらと思います。あとは漢方体験 .com っていう風にこれも検索していただけるとね、まあ、あの今まで来ていただいた方の、まあ、患者さんの症例ですね、そういったのもまあ載せてますね。で、まあ、全国の、漢方体験のね、あの先生方の体験談でも見れますので、まあ、あの検索してググってもらったらねすぐ出てきます。で私はった兵庫県の明石市の大久保町駅前っていうところでね、まあ、番地まではあえて載せてません。まあ、すぐ下の概要欄見てもらったらすぐ分かります。ホームページ見てもすぐ分かりますからね。まあそこでやってます、ね。でまあ、いつやってるかって言ったら、まあ、午前中の9時から夕方の6時、午後6時ですねまでやってます。
で木曜日が定休日です。でまあ臨時休業はたまにあります。だいたい土日で、まあ、勉強会でね、まあ、大阪とか神戸とか東京とか行く場合があります。まあ、講演する時もありますのでね、そういう時はちょっと臨時で閉めます。そういう時はこのホームページにちゃんと書いてますので、臨時休業で休みますよっていうのも書いてますので、まあ、ご覧になっていただけたらと思います。でまあ、遠方でね、県外でまあ来られる方もいらっしゃいます。でね、まあ、1回目は本当は来てもらった方がよりいいかと思います。ね、ベロの状態とか細かい話とか全部伺いますからね。で飲んでるお薬とかサプリメントとかね、朝何を食べて、お昼何を食べて、夜何を食べているとかね、寝る時間帯とかね、あと便とか尿の状態とか、あとは今までの病歴とかね、そういったものを全部伺っていきますから、だからまあ1回目はね、来ていただける方がありがたい。でも難しいっていう方はまあ電話相談とかズーム相談は受け付けておりますね。の予約も完全にもう予約にしてますので、もうホームページかね、ここからちょっと予約していただけると助かります。まあ電話予約も一応受付はしますけれども、患者さんの相談中の時はやっぱしね、時間遮られるので、できれば、ね、ここのホームページから予約していただけるとありがたいです。でここまで来ますね。あとどういう方に来ていただきたいかって言ったら、まずね、誠実な方で、なおかつ感謝の気持ちを持ってらっしゃる方で、謙虚の気持ちのある方ですね。そういう方で、心とかね、体のお悩みの方はぜひご相談いただけたらと思います。ね、いろいろ試してうまくいかないっていう方もよく来られます。早い人はもう 2,3 週間とか1ヶ月とかね、3ヶ月半年で良くなっていかれます。まあ個人差もちろんあります。もう一回言いますよ、まあ、誠実ね、誠実っていうことは駆け引きしないってことですね。損得感情で物事を考えるような人は私あんまり好きじゃないので、そういう方はできたらもうご遠慮くださいね。他の患者様にご迷惑がかかりますからね。で感謝ね、ありがとうっていうことも言えないような方も私人間と思わなくなっちゃいますので、そういう方もできたらご遠慮くださいね。あと謙虚ですよね。これも言い方変えたら傲慢な方っていうのは私大嫌いなんですね。で私もそうなっちゃいますのでね、引きずられると嫌なのでね、まあ、誠実で感謝の心があって謙虚の方はぜひね、ご相談いただけたらと思います。で、まあ、ご相談の時にね、予約したいんですけどって、まあ、ホームページからでも構いません、まあ、電話の場合も、もう漢方予約をお願いしたいんですって一言言っていただけたらすぐに時間取りますのでね。というわけで今日も見ていただきまして本当にありがとうございます、ね、また次回の動画でね、お会いいたしましょう。では失礼いたします。